岸和田市池尻町にある古墳。形状は、大型前方公園墳。久米田古墳群を構成する古墳の一つ。被葬者は明らかでないが、古墳時代前期の有力主張と考えられている。地元では、立花諸景の墓であると伝えられており、公園部長には、法教院等が建てられていたが、現在は、久米田寺境大に移築されている。副奏品から考えて、 この古墳は古墳時代前期後半にあたると見られるが、細かな年代は分かっていない。全長約130メートル、公園部計約75メートル公園部は三段築成で、一段目は地山を削り出して作られており、二段目三段目は森土で作られている。二段目平坦部には埴輪列がある。集合や両橋は一段目と同時に作られた。 洞窟されていたため、本来の位置を残した、副葬品は見つからなかったが、洞窟港の毎度から断片が見つかった。噴球は16世紀頃に改造され、その後、久米田の寺の境内となった。集合は、ため池として利用され、現在の景観が形成されている。JR 阪和線、久米田駅徒歩10分、久米田古墳群発掘調査概要一記事和田し、教育委員会、 1993年3月 P2 久米高かい山古墳第1から4次長査外、岸和田市教育委員会1999年ありがとうございます